皆さんハモカ、夢の世界のお花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城モカです。今日は11月18日、誕生花は姫ジョーンです。姫ジョーンには素朴で清楚といった花言葉があります。花は夏に咲き、色は白色や薄紫色のお花を咲かせます。お花の名前は小さいお花から姫、中国の野草を意味するジョーンから来ています。繁殖力が強いため育ちすぎてしまい、雑草として取り扱われてしまうこともありますが、とても素朴で可愛らしいお花です。いろんな場所で咲いているので、子供の頃押し花のしおりを作ったりした経験ある方いらっしゃらないかな。よく似たお花にハルジオンがありますが、姫ジョーンとは別のお花です。ハルジオンは下向きに咲くことに比べ、姫ジョーンは上向きにお花を咲かせます。似た名前のお花だと姫シオンという花もあるのですが、こちらは姫ジョーンと比べ花びらの数が全然違います。もしご興味いただけましたら、比較している記事などありましたので検索してみてくださいね。押し花などに加工し飾られていたり、ドライフラワーになっていたり、雑貨などではいろいろなテキスタイルに描かれていたりと、素直な印象があるためギフトとしても人気はあります。機会がありましたらプレゼントしてみてください。知人に誕生日の方がいらっしゃいましたら、おめでとうと感謝の言葉もお伝えくださいね。それでは花城モカでした。今日も素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい。